はい、どうも皆さん、トライアングルです。というわけで今回なんですけど、あのですね、すごい人から、なんと垂れ込みというか情報をいただきまして、今回それをやりたいと思います。はい、まあストーリーですね。ストーリー、このクエストあると思うんですけど、現在僕、3章の11話なんですけど、まあ今んところはまだギリギリ勝ててる状態なんだけど、やっぱりかなり厳しいと。でレベルもやっぱりさ、僕今30レベルで限界突破とかさせていかないといけないってなると、さらにどんどんね、そのまあ要は経験値が必要になってくるんですよ。でまあレベルですね。でストーリーにやっぱりね、だいたい4章5章、まあ一番きついのが7章8章らしいんだけど、8章でなんか詰まる人が多いらしいんですけど、まあそこまでまあ行って、まあ詰まってしまった人とかのために、まあちょっと今回ね、その爆速のレベル上げというものをちょっと紹介したいなと思います。今回は僕もこの紹介されたことを実際に今僕も初めてやります。一応説明は受けました、電話で。はい、なんとですね、その電話で教えてくださった方が一応ファンパレをやってるんですけど、その警察の方僕がね、まあ、一応警察犬訓練士をやらせていただいてて、で僕の要は教えに行くんですよ。僕が要はその警察犬のね、部署みたいなところがあって、でその教えてる方がなんと僕の動画を見てくださってて、まあファンパレもやってるっていうことで、いろいろちょっと教えてもらいました。はいすごいでしょその場所がまあさすがにどこのとか絶対言えないんだけど、まあその協力をいただきまして、もう電話でね、こうすればいいっていうのを詳しく教えてもらいましたので、詳しくちょっと説明できるかなと思います。はい、で今回まずというかね、僕も初めてなんであれなんですけど、こちら強化クエスト、こちらですね、これがかなり肝になってくるというか、これが今回必須です。だから確かね、2章か、少なくとも3章までいけばこの強化クエストは解放されるので、まあそこまではなんとか多分いけると思います。まだまあちょっと上後が怪しいけど、まあそこまではいけると思うんです。ここまで行っていただいて、この強化クエストをまず解放します。でですね、この強化クエストを解放したら、どうせ足りなくなるんだ、はい、集めておこうぜ。そうなんです、今回これ修練の、これなんだ、なんて言うんだろうね、これをまずやります。必要ならここで回収しとけよ。でこのクエスト、まず、推奨戦力っていうのがあって、2100って言ってかなり簡単なんですよ。で5900もかなり簡単だと思います。で5900クリアしたら、この1万難で、まあ1万難だったらまだギリギリ僕はいけるのかなって感じだけど、多分5900とかまでいければ十分なんだけど、とりあえず、まずやります。はい、こちらですね。でこの修練のクエスト なんですけど、まあクリアしたら報酬が600で、さらにドロップアイテムもたまにゲットできるという形なんですけど、まあとりあえずクリアすれば経験値がもらえると。でドロップアイテムだね、特にドロップアイテムがもらえるんで。でクリアしたらですね、クリアランク3つでスキップ解放ってのがあるんですよ。ここですね、これ、ちょっとごめんなさいね、この上からちょっと見えちゃうんだけど、このクリアランク3で、3って要はこれですね、これを3つ、あ間違えた、これやんないといけないか。戦線離脱0人でクリアで3つつきます。はい、で3つついたら、なんとスキップ解放ってのがあるんですよ。でこのスキップってのがやばくて、戦闘しなくていいんです、もうこれから。だから 20回スキップってやったら、20試合分一気にクリアすることになります。まあとりあえずちょっとやってみようか。まずやってみよう。で気をつけないといけないのが、五条先生7ターンで帰ります。なのでまあ多分大丈夫だと思う、多分大丈夫だと思うからこのまま行くけど、気をつけてほしいのが、7ターンだったら戦線離脱扱いになっちゃうので、3になりません。3っていうか、はい、スキップ機能を使えるようになりませんので、そこだけお気をつけください。ということで、多分7ターン大丈夫だよね。ちょっと完全初めてだから、見るのも初めて、本当に気をつけていこう。ウェーブ10とかね。あーオッケー、大丈夫そう、多分大丈夫で、じゃあまず普通にここで戦います。まあ普通に、あー間違えた、まあ一応全体攻撃やっといて、まあ推奨レベルね2100だからそんなに強くないと思う。はい、大丈夫ね。あーまあ一旦で、なるべく一旦で倒して、やべえ、ちょっと待って、五条先生帰っちゃうから、ちょっと待って、やばい。これあれだね、次の推奨戦力に5000なんからはちょっと五条先生抜いてもいい。あーでも大丈夫か、赤あるか、必殺ゲージ溜まるね。うん、まあやっぱり五条先生はいた方がいいと思うので、
まあ基本的にまあ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 、ナナミンが一応こんな感じで、あ間違えた、あ全体やる、あ全体できないのか、ガラガラは足りんか、オッケー、これでで倒しといて、で全体攻撃、やっぱりマクさんの全体攻撃かなりいいね、うん、結構少ない、スシグロくんとマキさんとなんだっけ、全体攻撃が持ってるキャラが少ないんですよ。だからまああとスシグロくんやっぱり強いわ、スシグロくんをちょっとガチャで当てたい。でこれでまあこれ赤打てばまあこれで終わりでしょう。はい、これで誰もやられずにまあクリアできるということで、はい、ここでクリアできました、多分ね、できたよね、できたよな、もちろんできたよな、 OK できました。はい、これでクリアと。で3つです、3つついたので、これでですよ、強化クエストいきます。でですね、2100をまあクリアしたということで、クリアしたらスキップもうやこれ、はい、7回なんとスキップすることができます。でドロップアイテムが540なんですよ。だからおそらく、じゃあやってみるよ、スキップしますよ、スキップ確認、まあこれ AP 使用しちゃうんですけど、これをすることによって一気に討伐、完了して、ほらなんと、まあ、プレイヤーランクもガンガン上がってきます。これプレイヤーランクも上がって経験値見てください、4500と、これが結構ね大変なんですよ。でもこっからじゃあ AP またスキップしたいってなると、残念ながらAP 回復させないといけません。はい、なのでまあそれはまあ使って、な名前なんだっけ、その要は課金してやるか、なんか配布で AP 回復ってのがあるので、それをやっていくかって感じですね。まあでもおすすめはこっちかな、同じ、AP 消費でドロップアイテムが770なんで、もっと経験値がもらえます。なのでまあこれをとりあえず誰も一体もやられずにクリアすれば、あとはずっとスキップすればどんどんレベルが上げていけるって感じですね。はい、でさらにやっぱりこれだけだとやっぱりストーリーかなり厳しいんですよ。なのでこちらですね、はい、階層のなんちゃら、こちらもやっていかないといけないです。これは同じですね、さっきと同じような感じなんだけど、じゃあ青は何なんですかっていうと、はい、強化のところのこれだね、はい、階層、こちらをまあレベルを上げていかないといけない。僕ちょっとまだ今上げてないんですけど、この後上げます、上げるんですけど、まあこれを見てもらえばわかるんですが、これパーセンゲージが、あーちょっと待って、これ見づらいな、ちょっと待ってね、待てよ、上がるパーセンゲージみたいなのがあって、ちょっと待ってね、なんかで、どれで見、あこれか、これですね、これ HP1.92 とか体術 2.97 とかあると思うんですけど、今五条先生つけてるのこれ、まあまあいいか、とりあえず一旦まあこれを見てみると、で 4.15、 5.65、 5.65 ってあるんですけど、まあこれをレベルを上げると、まあ消費がこれ消費する代わりに、ほらパーセンゲージがどんどん上がっていくんですよね。これほら 17%、 17% 28レベル上げただけで、この体力とか HP が上がるんで、だから相当、要はバウンティーとかでもさ、サポートとかでかなり重要じゃないですか。だからこれでまあどんどん上げていきましょうっていう、だからそれの素材としてさっきの青の玉が必要になってくるので、だからまあこれを基本的にやっていくっていう形ですね。でさらにスキップをすればするほどこのプレイヤーランクがさっき見てもらったら分かると思うんですけど、上がるんですよ、どんどん。要は戦闘した扱いになるので、7回戦闘一瞬でしたことになるので、上がっていくんですけど、でその発生中のボーナスっていうのがありまして、これがレベルが、要はプレイヤーランクが上がるごとにランク、今こうですね、2とか3だと、呪術高専の2年生ですね。要はマキさんとかトゲくんとかのが HP とかが、まあ、デバフがかかると、無限デバフですね。はい、でこういう感じでどんどんいろんなキャラクターが、まあ、ランクが上がれば上がるほど、要はキャラクターが強くなってくる。これはかなり大切になってくると思うので、今のところランク100までかな。まあでもランク100までって言っても、基本的にはまあまあ、呪霊とかも上がるけど、まあ HP120、 体術36、術式プラス36は変わりません。だからなんかランクが上がれば上がるほど、なんかそのなんだろう、どんどん報酬っていうかね、
能力が上がるって幅はないんだけど、でも逆に言うとどんだけ上がっても確実に HP120、36、36上がるっていうことなので、あのかなり、これはもうどんどんプレイヤーランクも上げていくべきかなと思います。はい、なので僕もねこれ今聞いてやり方を覚えたので、まあ、まずはちょっとこれストーリーを今進めていく前にこのクエストを、まあ、ちょっとどんどん進めていこうかなと思います。なんだろう、課金っていうか何回も AP 回復してどんどんやっていきたいと思いますので、はい、ちょっとこれは裏でやります。だから次回以降、多分今日の夕方とかの動画でちょっとストーリー進める動画あるんですけど、これは能力上げてない状態なので、明日以降から多分また強くなってると思います、レベルとか。なので皆さんもねぜひまあストーリーとか、まあまあね第3章の僕が言うのもあれなんですけど、ちなみに教えてくださった方も7章のなんかだった、8章まで行ったんだっけな、はい、なのでまあその人が言うので、はい、ぜひ皆さんもねそのストーリーでかなり苦しんでるとか、あとこれから苦しんでしまうとか、あと SSR がやっぱりちょっと五条先生ゲットできなかったよとか、まあ、ちょっと厳しいよっていう方はぜひこちらをまず優先的にやってみてはいかがでしょうか。はい、まあ、というわけで、まあ、今後ね、まあ、確実にって言ったらあれなんだけど絶対100、まあ、ほぼ 100% でしょ、オンラインっていうのが登場すると思うんですよ。だからそれのためにも、まあ、今のうちにどんどん経験値とか集めておいた方がいいかなと思います。さすがにオンラインがないっていうアプリゲームはないと思うから、ないよね、怖いなというわけで、じゃあ皆さんお疲れ様です。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。じゃあバイバイ。